はい、渡辺よしです。今回ね、フラッシュエピック US ショベルでボット相手にチームデスマッチ&フリーフォールの計2試合で対戦してみたの、プレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。まず、ゲームモード、チームデスマッチ、マップはアルデルの森。ゲームルール、タイムリミットは無制限、スコアリミット75ポイント、ボット設定してないのか、これ、やったんだけどな。8人、9人。難易度はミックス。で、スコアストリック構成、火炎瓶、偵察機、救援物資。で、まず、松井ジュリナのクラスでチームデスマッチやるんだよね、これね。これ、なんで戻ってんだ、これ。困るぞ、これ、本当に。手段空挺、基礎トレーニング、セラテッド、フラッシュ、エピック、 US ショベル。迷彩はまずまだつけてないですね、これね。ピーズラッチ、ハンドガングリップは幸運の女神。迷彩、この迷彩で、アタッチメント、拡張マガジン、タクティカル、マーク V ガスグレード ×2 で、投げナイフ ×2 で、ちょっとやってみたいと思います。このアルデンの森は、ね、やりやすいんで、さっきトレンチナイフでフリーフォールで対戦したんだけどね、やりやすいっすよ、これ。今回チームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはアルデンの森になります。このマップ一番面白いね。オック岬も好きなんだけど、このマップが一番いいかな。今回松井ジュリナのこのクラスで頑張ってみたいと思います。手段、今回ほ、空挺にしてるんだけどね、空挺結構ダッシュの距離とかが長いんでね、動きも素早いんで、近接攻撃に向いてる手段だと思うんで、でも手段機構もいいのよ。はい、頑張るぞ。っていうのはね、タクティカルなのシェルショックに耐性がつくんでね、っていうのはコンカッション投げるでしょ？コンカッション食らわないのよ。これいる？あ、これいるね。ね、全然ダメだよ、これ。裏取りしようか、これ。あら、なんでこれ全然ダメだよ、これ。全然ダメよ、これ。全然当たらんぞ、また。なんで？ああ、全然ダメだよ、これ。調子悪いぜ、コートリ。これやりやすいんだけどね、ここ。まだ俺1キルしかやってないしね。全然当たらんしね。調子悪いよ、これ。取ってもひどいよ、これ。一旦取り直そうかな、これ。大変そう、これ。よし、決まった。まだ2キルって、あ、3キルか。ちょっとひでっすわ、これ。これマーク V ガスっていうの使えるのかな、これ。使えるとは思うけど。お、決まったね、今。適当に投げたんだけど。まぐれで。あ、当たっちゃったな。これ投げてね、こうやって。ダメだな、全然キルができねえな。まだ5キル。ちょっと
と厳しいもんがあるね、これ。よし、火炎瓶あれ結構くせ者なのよ、あれ意外に強いのよ。あれ適当投げよう。なんか食らうでしょこれ。ね、これくせんでしょ、くせもんでしょこれ。バンバン投げようこれ。あれ多分ダメだよこれ。当たる時があるのよこれ。やっぱ近接攻撃ダメだね、弱いねやっぱりね。とってもやっぱり当たらんね。当たらないっすね。偵察機助かりまーす。何キロ ?10 キロっすかまだこれ。よしよし、こういう隠れとくっていう作戦があるのよこれ。あまり使えないんだよこの火炎瓶って。決まらんのよこれ。一発しかまた出せないし、ベータの時はね 2個3個ぐらい多分出せたんじゃないかな。ここでちょっといいでしょこれ。よし、だんだんキルができてきてるよ。でもってますけどね、個人の成績があまりよろしくない。投げない服は難しいんだよな、いまいちの成績ですわこれ。ダメだねこれ。よしよし、あと4キロ、16キロしかやってないのまだ。ちょっといかんせん、これいかんせん、ちょっと厳しいっすねこれ。お、決まった。18キロやったからいいか。これフリーフォール難しいねこれやっぱり。 BR、 俺が一番好きな武器だよこれ。 STG も好きなんだけどね、まあ、好きな武器っていろいろあるんだけど、 PPSH も好きなんだけど。今回の成績は18キル16です。プラス2、スコア1875でした。敵トップ強いね。18キル10ですって、なかなか。最後フリーフォールやるんすね。やるんで、マップやっぱりアルデンのものにしようかな。あー、奥岬。タイムリミット無制限30ポイント、スコアリミット30ポイント。で、ボット17にミックス難易度ね。で、スコアストリック構成ちょっと変えようかな。火炎瓶ちょっと外して、どうしよう。滑空爆弾入れようか。で、最後この渡辺のクラスでやるんでね。手段機構をセラって、これもいいか、説明は。ただコンカッションだけは違うんでね。あとハンドガン、マシンピストルにしてるだけなんで。これで、どうでしょう。あと手段機構、してるんでね。はい、今回フリーフォールをプレイしたいと思います。マップは奥岬になります。手段機構はね、あのタクティカルのシェルショックに耐性がつくんで食らわないんでね。だからバンバン突っ込んでいった方がいい。投げてタクティカル。今回渡辺前のこのクラスで頑張ってみたいと思います。手段機構ね、まずコンカッション投げてね、バンバン突っ込んでいった方がいい。でキルやっていった方がいい。はい、頑張るぞ。こういう感じで、あなんやこれ、間違えたこれ。
こういう感じでキルしていけばいいのよ、これ。こういう感じで。敵こ強いよ、これ。取っても。うん。戦時級やってるぞ、これ。こういう感じで投げて。決まらないですね、これ。で、こうやって、こう隠れて、こんなにキルしてもさ、うん、負けてるっしょ。バンバンキル、よし。ちょっと勝ちたい俺がいるんだけどね、コンカッションバンバン決めれば。よし、決まった。よっしゃ、いますか。こっちに寄りますね。隠れよ。よしよし。偵察機。14キル。すごい疲れるよ、これ。救援物資。ダメだな。核爆弾、ちょっと冷蔵ボム、ここだな。1キル。ここに救援物資ですか。これいるでしょ、これ。よっしゃ、いい塩梅でいっとる。あ、決まらんかった。よしよし。これ敵強いのよ、めっちゃ。ボットかな、考えられんぜ、これ。こうだな。よし、ダブルキル。オッケーオッケー。どこにいるかがな。いない。よっしゃ、バンバンキルしてって。めっちゃ強いわ。よしよし。入んない。あ、ちょっとこ早く終わらせていかんと。よしよし。どういう風に、あと3キル。よし、あと2キル。どこがいい、これ。入るね。ラストキル。あと1キル。めっちゃきついっす。大変です。下ですね、これ。これやったぜ。大変だ、これ強いね、やっぱり。結構早く終わったね。チームデスマッチとフリフロをして、まだ20分経ってないですよ、これ。はい、今回の成績は30キル12です。プラス18、スコア2875でした。できればの対人プレイでもこの US ショベル使ってフリーフォールで1位になりたいんだけどね。いつかチャレンジしてみようかな。今回あのこれね、フラッシュボット相手に対戦してみたんだけど、あのまた 1回か何回か使ってるんでね、さっきも話したんだけど、
対人プレイでやってるんだよね。奥岬でだとか1回くらいかな使ったの。奥岬のチームデスマッチでこう使ってるんだよね。その時13キロぐらいだったかな。13キロか15キロぐらいやってるんでね。また今後引き続き使っていくんだよね、これね、対人プレイでね。で、フリーフォールの方もね、できれば1位狙っていくんでね、このクラスでね。はい、以上にしたいと思います。はい、今回ね、フラッシュで、フラッシュエピック、フラッシュエピック、US ショベルで、ボット相手に、アルデンヌの森のチームデスマッチ&、奥岬のフリーフォールの計2試合で対戦してみました。あとよろしければ、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。